トラドラ鬼大臣。長長と、最近君目立ちすぎですよ。ハウス、なんで僕が、いつまでもハウスされてばかりでは、俺の気が済まんからな。行け、ドラゴン戦艦。もうやめて。お疲れ様です。前田です。デラックストラドラゴン人で動画を作りつつ遊んでおります。そう、これ今朝オタファさんがトラドラ鬼退陣はちゃんと自立しますっていう動画を出されていたんですけれども、その中でやられてまして、このトラ君ですね、ドン・ロボボルトは単体では自立できないんですよ。なんですけど、オタファさんが見つけたテクニックとしてですね、この変形前というか合体準備前にこれ外すんですけど、これを外さずにそのままつけておくことでちゃんとですね自立ができるようになるというものですね。で僕はこれにですね合体のこのカバーとですね、あとはトラドラ鬼退陣のメットパーツを乗せてちょっと遊んだりしてるんですけど、はい、このようにですね、ドンロボボルトだけでもこのドラゴン剣と、この後、ジョイントパーツ、これを元々の位置にくっつけることで、自立させることができます。もちろん、この、合体するときのですね、足と手を開いても、全然問題なく自立しますので、で、これに僕は、この辺を、こう、被せて遊んでいるというわけですね。メットも、ま、乗せるだけなんですけど、ま、いい感じに、はい、位置が決まって、こんな感じで、ちゃんと、口も見えるし、あと目の部分がちゃんとパワーアップした感じになってますので、うまいことできてるもんだなと思いますね。武器を構えることもできますし。今週のですね、ドン26はフィナーレ勇み足が本当に総集編で、僕はですね、トラドラ鬼退陣が出てくると思ってたんですけど、全く物語の進展はなくて、ソノイが最後に言ってましたけど、来週決着だと、お話は持ち越しされましたね。まあ、ということで、本編の撮影自体は、総集編ですので、今まで作ったものを、まあ、こう、うまくつなぎ合わせるという編集が、ほぼ9割ぐらいを占めるのかなということで、割と今週はですね、ドンブラザーズの再現の撮影が簡単に終わりましたので、まあ、その中で出てくるですね、ジローの、この合体ですね、そこも、撮り直しまして、編集して使えるようにということで、先にこっちを撮ったという感じですね。そしてですね、今週からですね、YouTube の方で動物戦隊獣王者の配信が始まりましたので、ドーンブラザーズのですね、再現作り終わったら、まあ、今週ですね、第1話、第2話を、まあ、ストーリー部分がちょっと撮れたらなと思っておりますね。そう、週のですね、始まりは割と毎週やる気に満ちてるんですけど、水曜日ぐらいからちょっとやる気がなくなっていって、木金ダラダラしちゃったりするっていうのが割とあるあるだったりするので、今週はですね、獣王者も、まあ、記念すべき第1回ということもありまして、再現頑張って作りたいなと思っておりますので、僕が YouTube を始める、きっかけとなった戦隊でもありますのでね。まあ、そう思うとですね、もう6年前ですか、獣王者。40番目の戦隊で、今ドンブラザーズが46番目なので、6年前からですね、僕は YouTube をやっておりますね。あまりこう進歩のないというか、まあ、動画の作り方は昔からあまり変わってないんですけど、まあ、持ってるおもちゃが増えた分ですね、再現の、まあ、バリエーションみたいなものは増えたのかなと。あとは、まあ、近年取り入れてる、まあ、こういったイラストですよね。こういったものであったり、あとはですね、オープニング再現なんか撮るときに、後ろの BGM をですね、クリエイターさんの方に頼んで作ってもらったりとかして、まあ昔よりは、ちょっとだけ質は上がったのかなと、6年経って思いますけど、本当に6年前の今頃ですね、ワイルド獣王キングが出たぐらいに YouTube を始めましたので、そろそろ6年経って、7年目に突入するという感じなので、まあ獣王者の再現ですね、また YouTube に合わせて順番に作っていきたいなと思ってます。もう一個だけデラックストラドラゴン人絡みでですね、出したい動画がありますので、そちらもお楽しみにということで、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。